1977年の沼牛駅と、周囲約500メートル範囲。上が、締まりない方面。短式ホーム一面一線と外側に副本線、駅横に引っ込め線を持っていた。副本線も引っ込め線も色が薄く、この頃はほとんど使用されていないようである。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成沼牛駅は、 北海道宇流郡幌加内町和酒幌加内にあった北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃線に伴い、幌加内駅とともに町内で最も長い歴史を持つ駅であったが、1995年9月4日に廃駅となった。当駅の所在地近辺の地名より、由来は諸説あるが、山田秀蔵は現在の沼牛川のアイネ名である沼うほかない。 がが多いいいかない川が原型ではないかとしている山田はこの場合、沼が差しているのは水草ではないかとしている。なお、山田以外に以下の説が紹介されたことがある。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。その他本線の深川方から分岐し、 駅舎南側への側線を一線有していた。かつては列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった対向ホーム側の一線は交換設備運用廃止後も分岐器が深川方、名寄の方の両方向とも維持された形で側線として残っていたが、その後1993年までには撤去された。 ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は校内の西側に位置し、ホーム北側に接していた。古ぼけた木造で痛みが激しかった。1995年9月の駅廃止後、駅舎は幌加内町の所有となった。1996年に、 当時地元で蕎麦農家を営んでいた男性が駅舎を町から譲り受けた。2000年時点では駅舎とホームが放置状態で残存していた。駅前の農業倉庫も残っていた。2010年時点、2011年時点でも同様であった。ホームには駅名標の枠が半分だけ残存しており、ホームの下の線路跡にはバラストが残存していた。 2015年7月18日、当年9月で廃止後20年になるのを記念して、町民や鉄道ファンにより数ヶ月をかけて、倉庫として使用されてきた駅舎を清掃、修復して、駅名板を旧ホームに設置するなど、廃止前の姿を復元するイベント、お帰り沼牛駅が開催された。2016年5月に解体された旧、北海道地方高原鉄道ふるさと銀河線の上、 都市別駅の駅舎の部材も活用し、同年9月から改修作業が行われた。同工事は同年11月6日に完成し、同日お披露目となった。2020年時点、駅舎内部は通常非公開であり、イベント開催時のみ一般公開が行われている。お帰り沼牛駅実行委員会が北海道内の鉄道ファンから2018年に、 譲り受けていた腕儀式信号機が2021年10月25日、点灯可能な状態で設置された。委員会は、活動費用を募るため、クラウドファンディングや、線路下にあった砂利を入れた缶詰の販売なども、言っている。ありがとうございます。